マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。がっかりさせるなよ。仲間になりてえなら何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。戦地用の強化装甲だ。メカはイカズチに弱い。魔法で攻めろ。狙われている。気をつけろ。急げ、脱出だ。迫真の演技だったな。よくここまで来たな、小僧。俺はグレート戦隊ウッキー5の一人、ウッキーブルーだ。スペクター様に貴様をここから先へは通すなと命じられている。悪く思うなよ。これも全世界の猿のため。元気だけはいいようだな。銃さばきで俺の右に出るみたいな。試してみるか、小僧。お前を倒せば明日から俺はスターの仲間入り。そうなったらピンクをデートに誘う。そしてやるな。つらい。しまった。やるな。危険な時ほどよく狙うべし。聞いてた通りだな。無線機はほとんど当てにできない。大規模な部隊だと目立って動きにくいからな。罠かもしれない。気をつけろ。一気に行くぞ。ラケット。シャドウ、まさか。どんな理想を掲げようと、お前たちがイレギュラーであることに変わりはない。俺は誇りあるイレギュラーハンターだ。トライエッジを知ってるか。総炎をまとった伝説の PK の名だ。奴にキルされた PC は二度とゲームに復帰できないらしい。使えねえな。くそ、これで終わりなのか。あいつらが見てるんだ。ここで負けたら俺は誰も守れない。倒してやる。絶対絶対オーバー。よう、ウェルキン。他の小隊長も招集されているようだな。今回の作戦は大規模なものになりそうだ。どれ、見せてみろ。おお、銃で撃たれたか。当たった場所が腕でよかったな。傷はそこまで深くないようだが、一応治療しておいた方がいいな。怪我をした女性を放っておくのは俺のモラルに反するんでね。ウェルキン、もう寝てたか。仕方ないな。また明日来るとするか。オリシオン、これは一体。それより腕の傷はどうだ。痛くない。しかしあの傷は一日で治るものじゃないぞ。そうか、大丈夫ならいいんだ。だがあまり無理はするなよ。うまい飯を作ってやってくれ。はっ。マリック教官の日頃のご指導のおかげです。失敗はできない。教官に俺の力を見せなければ。いえ、失礼しました。今行きます。7年も勉強してきて、こんなことも俺は知らない。本当にこのままで騎士になれるのか。いや、教官を呼ぶのは音の正体を確認してからだ。どこへ行った。まさか聞いていないのか。こんなところでやられるわけには。え、聞いている。よし、故郷を出るときに誓ったんです。もう誰も失いたくない。そのために強くなるって。一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる。クラサメだ。そうだ、諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。気が済んだか。以後諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。
こちらから指示のない時は他の候補生と同じように院内で生活するがいい。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。待たせたな。諸君の所属および処遇については正式に我々の預かりとなった。他国の思惑がどうあれ、条約が締結されればこの戦争は終わる。報告書はいつものように出せ。内容によっては真偽があるかもしれん。私に死なれると困るのか。大丈夫さ。私が死んだらクリスタルが忘れさせてくれる。ふざけんな。俺は反論があるかな。あるよ、あるある、あるに決まってんだろうが。そうか、今のって全部推論だろ。証拠がねえじゃねえか。証拠が、いや証拠がなけりゃただのでっち上げだ。手に認めねえぞこのアホ。千利休と申します。何卒お見知りおきを。これより我が師久秀の命に従い引きずり出します。あなたの五臓六腑に至る全てを。はい、ご覧ください。我が師よ。僕は災い、尊敬すべき相手を、神を、罪なき人を、友を、死に至らしめた災いです。それも全て足利の血を引いたればこそですが。ああ、あなたは高潔だ。ヘドが出るほどに。やめろ、もう入りきらない。俺は、僕はあなたじゃない、お前じゃない。僕はセイバー、君を守り世界を守るサーヴァントだ。君はどうだい、マスター。見つけたと言ったのかい。言ったね。うん、聞こえたとも。なら僕を探していたのかな、マスター。わざわざシミュレーターにまで足を運ばせてしまったならごめんよ。君はいつも多忙だろうに。僕にかい。これは、なるほど、そうか、バレンタインデー。そのごめんよ、何と言ったらいいのか。僕には関係のないものだとばかり思っていたんだ。いや、いや、まずは言葉にしないと。ありがとう、マスター。とても嬉しい。今すぐとはいかないが、そうだね。明日の朝には、とっておきのお返しをしよう。どうかそれまで、楽しみに待っていてほしい。恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって、トイコー秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。三杯の茶を教師、13の時から仕えた秀吉様、私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは、私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。あなたは明智光秀殿。何故。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。俺を飼いならせると思うな。集中砲火を浴びせる。仕留める。貴様にシノのボルケインを触らせるか。教えてやる、夢を奪われた者がどうなるかを。最大火力を叩き込み
塵も残さん。消えろ。